またまた決めてくれましたよ、シュビルツォク選手。東京に選手権を奪われ、嫌なムードのまま後半突入かと思われた43分。ゴール左からのフリーキック。相馬選手がちょこんと横に出したボールに、久保選手の血を這う弾丸ショット。このシュートが相手選手に当たり、コースが変わってゴールに吸い込まれる。なんともいい時間に同点にすることができました。このフリーキックになる直前のね、ランゲラック選手のスペースをついた前線へのフィード、さらにそこからのマテウス選手の高速ドリブルも見ものでございました。後半チャンスはあるものの、決めきれずドロー決着となりました。苦手東京にね、先制ゴールを奪われるも、ドローに持ち込めたのは成長ですね。クバ効果、ミンテ効果あるでしょうが、チームとしてのレベルアップも相当あると思います。しかしながらね、この試合は終始疲れが見えましたね。連戦連戦ですからね、しょうがないです。後半早い時間で3人も交代ということで、その辺も大体決まってたんでしょうね。それにしてもですよ、あちらの肘打ちの選手、一体何がしたいんでしょうか。昨年もね、その肘で出場停止処分食らっているのにもかかわらずですよ。去年は稲垣選手、この試合でもね、中谷選手がやられるちょっと前に、木本選手にも同様の行為がありましたからね、もう勝手に腕が動くんでしょうね。今シーズン全試合出場停止、それでいいんじゃないでしょうか。前節のね、謎の笛の件とともに、リーグには納得いく処分をお願いしたいところでございます。さあ、そして最後に少し悲しいニュース。小玉選手の相模原への育成型レンタル移籍が発表されました。悲しいと言いましょうかね。しかし、未来あるレンタルですね。前監督はね、若手を積極起用する方でしたが、フィッカさんは若手の起用にはかなり慎重ですからね。実力はもう特別指定の時から分かってるんでね。今シーズン、残り少ないですが、この武者修行、暴れまくってきてください。